おはようございます。勝則です。2024年10月2日、一品目、糸こんにゃくを使った味噌焼きそばを作っていきます。最後まで見ていってください。お願いします。使う材料は鶏胸肉1枚、大小がありますので 250g から 350g どれでも構いません。で、玉ねぎですね。玉ねぎ、生姜で、まあ主役というか主食代わりの糸こんにゃくで、味付けは味噌だけです。好きな方は一味とかみりんとか、そうですね、豆板醤とか好きなものを入れてくださってもいいですね。僕は好きな味噌だけにします。で、パプリカですね。これはまあ色合いを考えてのことです。では作っていきます。糸こんにゃくですが、どうしても独特の匂い、臭みがありますので、ぬるま湯でしっかりと洗ってください。最近のはよくできてますので、ぬるま湯でしっかりと洗うだけでも大概の匂いは取れます。でもそれでも嫌な方、気になる方は水の状態から煮こぼしていただきます。沸騰させて、水から沸騰させて煮こぼせば、まあ大丈夫なぐらいに匂いは取れます。で、まず煮こぼした状態、次はまあ煮こぼした状態から始めますね。煮こぼした糸こんにゃくはしっかりと水分を取ってから空煎りしてもらいます。空煎りするのはこんにゃくが味が染み込みにくいからですね。ただ味が染み込みにくいから空煎りするんですけど、今回は水分がある程度ある状態で炒めます。理由はまあどっちにしても味噌と和えないといけないので、味噌と和える時にある程度水分がないと和えてくれません。和えにくい。それと僕は普通の味噌で和えると言ったんですけど、今回は2日前に作ったバンバンジーの味噌がまだ残ってますので、使い切らないともったいないので、僕はバンバンジーに使った味噌をそのまま使います。皆さんは好きな味噌を使ってくださればいいです。で、生姜と味噌で香りと味を含ませている間に、付け合わせとか一緒に食べる玉ねぎを切ります。玉ねぎはできるだけ火が通ってないと僕は嫌なので、僕の動画を見てくださった方には何度も言ってると思うんですけど、子供の頃オニオンスライスサラダを作ってもらって、ものすごく美味しくて、その時は良かったんですけど、後でとんでもなく胸焼けして苦しくなって、もう七転八倒したので、それ以来玉ねぎは生で食べれなくなりました。しっかりと火を通さないと玉ねぎが食べれなくなっちゃったんですね。一人で作って一人で食べるので、中途半端に使っても残して炒めてしまうので、基本僕は買った野菜も使い切ってしまう、その日にできるだけ使い切ってしまうようにします。玉ねぎは日持ちするとはいえ、包丁入れちゃうとね、いけない、もう傷みやすいので、こうやって一つ使うときは丸々、一人前ですけど丸々一個使っちゃいます。まあ4分の1で十分なんですけどね、一人やったら。
まあ、家族でされるときはそれこそ これで糸こんにゃくを4つ使って4人前作ってくださればいいです。それと鶏むね肉を使うときに繊維に合わせた切り方をしてください。説明せずに切っちゃいましたけど、鶏のむね肉って繊維が4つに分かれてるんですよ。この上の部分ですね、最初に切ったこの上の部分とこの筋の入ってるところ、分かりますかね、この筋の入ってるところですね、この筋の入ってるところ、ここで繊維が分かれてるんですね。で、口当たりを考えたらこれに合わせて切ってくれはる方が口当たりがいいです。普段はあんまりそんなん気にせずそぎ切りにしてるんですけど、動画で撮るんやったらまあちょっとそういうことも考えて切った方がいいかなと思って。一時親父と弟が鳥の商売をしてたので、そういうこともね多少は知識として知ってます。さてしっかりと炒めていきます。糸こんにゃくの焼きそばと言いながらほぼ野菜の方が多いですね。まあもともとダイエット食なので穀物主食が少なく野菜が多くで、タンパク質もしっかりとっていうのが基本なんで、こうなるのは当然といえば当然なんですけど、で、僕はあまり鶏むね肉に火を加えたくないので、野菜がしんだりとしてからもうそのままでも食べれるという状態なんてから鶏むね肉を入れてギリギリ火を入れていく形ですね。さすがに2キロの鶏むね肉の封を切ってから今日で3日目かな、日月火やから3日目ですね。この状態でレアで食べようとは思えないんですけど、それでもやっぱり火を通しすぎるのは嫌なので、ギリギリ最後に入れて合わせる形にします。それと調味料、味噌ですね、味噌の量ですけど見た目にかなり薄いと思うんですよ。実際に概要欄に書いてる調味料の量と僕が入れた量はかなり違うと思います。一般的に美味しいと思われる量と僕が取る量はかなり違います。塩味が好きなんですけど塩味以外は極力薄味にしてるんですね。ポン酢とか酢以外はで大好きな塩を効かす時以外は味噌とか醤油は薄味にしてます。それはまあ以前の動画でも説明したんですけど、濃い味付けの料理を食べると血が濃くなる、塩分で血が濃くなる、化学調味料で血が濃くなる、そうなると喉が渇いて体重が増える、それが嫌なので基本薄味にしてます。味噌と醤油は薄味にしてます。皆さんは好きな濃さで食べてください。このままずっと炒めてても見た目があれなので動画をそのうまく編集することができないので一旦切りますね。あれから2分ほど炒めました。十分炒まって美味しく完成しました。糸こんにゃくの鶏味噌焼きそば完成です。
料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をされてから離脱されてください。お願いします。本日一皿目、糸こんにゃくの鶏味噌焼きそば、いただきます。うん、うまい。味はね、僕の望み通り薄味になってます。普通の方には薄すぎるかもしれないですね。概要欄の通りに入れてくだされば濃い味になります。あの動画で見た量程度ではやっぱり薄いです。あ、うまい。生姜の香りがよく効いてる。まあ僕が生姜好きだからこれでいいんですけど、生姜の苦手な方にはちょっとね多すぎますね。彩りでパプリカ入れたのは正解ですね。昨日のよだれ鶏なんかはもう抹茶茶で見た目が全く美しくなかったですからね。うん、うまい。この後ゆっくり味わって食べさせていただきますので一旦動画止めます、うん、最後の一口で再開します。あー、美味しかった。むっちゃ美味しい。お腹いっぱいとはいかないのでもう一品一品作ります。昨日ものすごく動画の視聴回数が少なくて視聴時間も短くてちょっと危機感があるので、以前のようにまあ3品4品とはいきませんけど今日は2品にしてみます。で、糸こんにゃくを3袋 600g 食べる予定やったのを1袋にしました。うん、おいしい。薄味って言ってましたけど、すいません、薄味って言ってましたけど、野菜を全部食べちゃうと鶏肉だけやったら味が薄いので味噌つけてます。ごちそうさまでした。本日一品目、糸こんにゃくの鶏味噌焼きそば完食しました。お気に入り登録よろしくお願いします。